ちょっとカラカラ。カラカラシオンタウンに帰っていった。超私へのお礼は。ほい。ということで、今回もやっていきたいと思います。さあ、そろそろもうなんか、あっ、あったよ、カラカラ。え、あっち側に、あ、そっか、あれ、エレベーターでしか行けんとこなんか、こっちが。鍵をくれ、これ鍵じゃないもしや。鍵でしょ。ははは、エレベーターが使えないって？俺がずっと鍵を見守っているからだ。おー、来たよ、来たよ。やっぱり、ここが一番地下だった。あ、そっか、エレベーター上に上がるんじゃなくて地下ね。勝手に上がるものやと思っとった。お、ベトベター。ベトベター、なんとなくこう、憎めんような顔してるよね。ベトベトンになったらちょっとあれなんやけど。ちょっと嫌なんやけど。花びらの舞。え、でも結構さ、何？妖怪ウォッチのさ、ドンヨリーヌとかその辺と似とるなって思うよね。ベトベター。ベトベターが大事な、ベトベターってどうなんやろ？サインがな。要はヘドロなんやろ、体は。つらい。疲れ果てて混乱大丈夫か？そんな。お、ここでもう私は鍵をもらっていきますよ。くっ、このままではエレベーターの鍵を取られちまう。こうなったら悪あがきだ。いや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 。逃げたー。え、なに？そういや。え、何してくれてんの？お、武蔵小次郎もおるし。おい、こら。あの鍵がなければボスの部屋には行けないぜ。取れるものなら取ってみろ。なんなの？どうするの？あれ。私にどうしろって？なんか、キャタツとかないん？キャタツ。ちょっと待ってよ。殴り書きの注意書きだ。換気する穴にポケモン入れないでください。ポケモンが壁の上に登ってしまいます。お？換気する穴にポケモン。換気する穴ってどれ？あれか！これや、これ。踏み台があればここから上に行けそうだ。踏み台、椅子？周りを見渡して乗れそうなものを探そう。この椅子でも多分くるくる回る危険なやつじゃないかな。大丈夫？なんかこの高さかなら別にイーブ一本っていけるんじゃない？よいしょのしょ、かわいい。よし、これで。でもさっきの下っ端目の前におるんじゃない？相棒の力を借りて下っ端が投げた鍵を取りに行こう。お。わあ、EV が動かせる、嬉しい。何もこっちには落ちてないのね。とりあえず鍵を拾いに行くだけ。あ、待って。どこ？待って待って待って。全然動けないんだけど。どうやって行くのこれ。行けなくない？びっくりするぐらい行けないんだけど。ボス、そのからからどうされたのです？ああ。部下が勝手に連れてきたのだ。頭の骨がとても綺麗なからからだ。ガラガラに育てば高く売れそうですね。そういうやりとりが見える。すげえ。それはいいんだ。そういうことじゃなくってさ、なんかこの辺に入れる場所とか。ないやん。待って、どうやって行けばいいのこれ。ここじゃないんじゃない？うぃやー！あ、ここから行ける？あ、そういうこと？なるほど。ダメなのかと思ったじゃないか。あれ？あれ？行けないんだけど。あ、行ける？びっくりさせないでよ。さあ、これで。あ、さっきの下っ端おらんやん。これ、イーブイはどうやって持ったんやろうね。お？なんか変なものとしなかった？確かに俺も聞いた。もしや侵入者か？あー、黙って。なんだ、ニャースの腹の音か。なわけないやろ。紛らわしいっての。さあ、イーブイよ。降りるんだ。イーブイは再びアイナの元に戻った。お、アイナ、イーブイからエレベーターの鍵を受け取った。ただ、ここからポイってイーブイあげればよかったんじゃない？ねえ、わざわざ。あのところから入れなくても。これでやっと、もう戻るのはね、簡単だから。で、帰れんかったら笑う。ここ、だ、
ってもうこっち行ったらエレベーターやろ。よしよし。あ、こっちじゃなかった。こっちやった。あ、そっか、エレベーターまで。ちょっと待って。エレベーター、エレベーター。エレベーターの場所は、こっちでよかったんかな。これで、これこっち行きます。で、このままこっちでよかったんか。はい、こっち。で、こっちか。ふぅー。あ、よかった。一発でいけた。嬉しい。こういうのね、ちょっと、私あるあるとしては、何回でも間違えるっていう。地下4階へ。地下1階って？どこだい？あ、でもここで合っとるよね。何か落ちてる？あ、落ちてる、落ちてる。TP エイダーゲットー。これは戦闘になるんかな、もしや。この二人とだけ？あんたは、お月見山のジャリンコ。一体こんなとこまで何しに来たのよ。カラカラを助けに、隊員になりたいでーす。え、そうなの？あんた見込みあるじゃない。って騙されないんだから。何にせよ、ボスのところには絶対行かせないわ。こんなに張り切ってロケット団の格好までしてきたのに。ふふ。お月見山の化石の借りを返して。あー、そんなことまだ覚えてたの。てか今バラ持っとったね。ふふ。いいね、いいね。ロケット団の武蔵と小次郎が勝負を仕掛けてきた。来いよ、来いよ。お。進化している。アーボックとマタドガスになっている。しかし頑張っていきます。とりあえず、不思議花で、あれ攻撃。あ、あれ攻撃。はい。あれさっきさ、不思議花、ベロベン買ったことない？なんか攻撃する相手。あれ気のせいかな？あ、これは全体じゃないよね。全然、全体じゃないよね。なんなの？ランダムなの？わからねえ。麻痺したー。やめてよー。ふ。さあ、ここで、ミュウのスピードスター。あ、これは両方なんやね。あ、なるほど、そういう感じ。スピードスター。え、両方に攻撃できるとかめっちゃいいやん。こういうのもあるのか。え、よきよき。え、でも麻痺した。麻痺してよ、ミュウまで。花びらの舞。花びらの舞は一体何ターン OK なの？選んでないもんね、私。よし。しかし、アーボックをやっつけたぞ。はい、ここで。あと一匹。フィードスターはだいぶいい。お、もう一ターンいける不思議花、もしかして。そして攻撃を受けているのは全部不思議花だ。いけー。オッケーイ。あ、混乱までしてしまった不思議花、大丈夫か。疲れたの。ロケット団の武蔵と小次郎との勝負に勝った。本当に憎たらしいジャリンコね。今度は自信あったのに。そしてニアスは。んだ、ちょっとポケモン強いからってさ。そうだそうだ、大人相手にずるいぞ。いやいやいや、逆でしょうよ。こうなったら説教してやる。お、ひ、嫌な感じ。EV にビビるってどうなの？可愛いのにこんなに。これは一体誰なの？このシルフスコープ一つを見ても、シルフカンパニーには我々のロケット団の希望を叶えるにふさわしい開発力があると言えます。見えぬものを見せる機会か。くだらんおもちゃだな。だが、いいだろう。チェルフカンパニー乗っ取り込みます。進めろ、アポロ。誰、アポロ。は。なんかよくわからんけど、もしかして映画とかに出てきた人？なぜこんなところに子供がいるんですか？今の話を黙って聞いていたとは、気に入りませんね。私はロケット団幹部のアポロ。私は子供でも手加減しませんよ。ああ、戦闘に突入した。ロケット団幹部のアポロやって。
よしこい。言うて違うポケモンあの二人と一緒やんけ。もう一匹はアーボップとか言わんよね。やっとしたらめっちゃビビるんやけど。あ、いけ。あ、火炎放射はやめてください。助けて。燃やされる。花びらの舞。あ、やめて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 。これ花びらの舞を選択してしまったがために、選択してしまったがために、もう選べないんだ。攻撃とか。あ、そろそろちょっと選ばせていただいても。あー、やられる。不思議花が燃え、あー、燃やし尽くされた。燃やし尽くされたよ。ミュウで行きます。でも麻痺しとんよね。出ておいで。ミュウのスピードスターがだいぶね使えるからね。はい、行け。核の波動とか超かっこいい技使うやん。あ、効果抜群。マジでエスパーには悪が効くの？どういうことですか？やめてよ。あ、効果抜群。ちょっと、あ、ダメ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 。あー、技出せて。お願いだから出せて。あ、でもこれ次来るか。そんな感じするな。あー、来たわ。おー、1耐えてる。1耐えてる。頑張ったね、ミュウ。めちゃくちゃ頑張ってるね、ミュウ。ゴルバットということはピカチュウを出していきましょう。さあ、ミュウちょっとお休み。そしてピカチュウ。よし。アーボックではなかったね。さあ、ここで先にそっちか。あー、マジで。レベルの差か。まさかのやられてしまったんですが、じゃあゴローンおいで。じゃあ私の手持ちのポケモンがどんどんとやられていく。つらい。あ、雷パンチでいけるんじゃない、これ。どうよ、ゴローンは耐えるよ。そして雷パンチ。いいね、効果は抜群。多分これボスとの戦闘はまだないと思うよね。なんという失態。しょうがない、私だから。さ、榊様お許しください。私ともあろうものが。まだ顔は見せないの？見せる？今から。映ってないよ。あ、でもいける。同じセリフだったわ。榊や。ペルシアンは連れてないの？ほほう、アポロを任したか。こんなところまでよく来た。世界中のポケモンを悪巧みに使いまくって、金儲けするロケット団。私がそのリーダー、榊だ。なんか微妙に顔が違うな。大丈夫？から。何？カラカラを返してほしいだと？あ、ペルシアンの絵が飾ってある。まさかそれだけのためにアズサまで乗り込んでくるとは。随分面白い子供がいるものだ。だが、私に歯向かうなら痛い目に遭ってもらう。あー、まさかの戦闘を突入するパターンですか。え、絶対ないと思ったよ。ちょっと子供のことコテンパンにしすぎじゃない？ペルシアン絶対出してやろう。あ、ほらほらほら、来た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 。絶対来ると思ったわ。ここでミュウ。ここでミュウ。待って、とりあえず回復する？一旦回復してみる？ってことで、いい傷薬をちょっと。はい。いい傷薬で、ちょっと一旦回復するね。大丈夫か？耐えられるか？いける？ペルシアンは何タイプだ？あ、とりあえず大丈夫。はい、ここでスピードスター。やめてよ、こっちにも攻撃させてください。スピードスター！微妙。え、めちゃくちゃ微妙よ。なんだか非常に微妙だけれど大丈夫かしら。とりあえず回復しまして。
いやだってさ、もうさ、ミュウを含めて3匹しかいないわけよ、使えるポケモンが。相手2匹しかいないんだ、ププププとか思っとったけど、こっちも似たようなもんやけんね。なんか思ったより近かったという距離感。スピードスター!あと一発ぐらいじゃない?これあと一発分で麻痺して動けんかったら最悪やけど。あーマジで?やっぱり?ちょ、言うんじゃなかった。待って、変えます。ポケモン変えます。とりあえずゴローン行こう。君レベル何レベなの?ペルシアン。35。35だよ。ゴローンで行くしかないわ。でも多分勝てると思うけど、普通に。ゴローンがいればもう勝てるとは思うんだけれども。いけー。頑張って。岩落とし。めっちゃしょぼい技で。ペルシアンかわいいよ。お、ゴローンレベル41。お、ミュウレベル37。これでちょっと回復したんじゃない?多分。お、そしてイーブイレベル30、いいぞ、いいぞ、いいぞ。30いったよ。サイホーン。サイホーン。ちょ、待って、イーブイ。でもレベル30以上ありそうな感じするな。そんな感じするよね。ちょっと私、この間覚えさせた、何やった?クブクバブルやったっけ?なんかそんな感じの技。あれを使いたいんやけど、イキイキやった。イキイキバブル。いけ!え、めっちゃいいやん!効果抜群、やったね!いやー、さすが、さすが私の EV! 素晴らしい。いいよ、いいよ。ぐ、そんなバカな。いいね。私が子供に負けてしまうとはな。そこのカラカラは好きにするがいい。ねえ、ガラガラは?そしてこれも取っておけ。子供だとバカにした詫びだ。おー、シルフスコープ。ありがとう。こんな感じなんやね。見た目。あ、私、右側の絵がちょっと気になるんやけど、何?君はとても大事にポケモンを育てているな。だが私の考えはとても理解できないだろう。ここは一度身を引こう。君とはまたどこかで戦いたいものだ。絶対戦うことになるから大丈夫よ。え、ちょっとカラカラ。カラカラシオンタウンに帰っていった。超私へのお礼は。シルフスコープを使えば幽霊の正体がわかるかも。あなた置いていかれたの?カラカラなら勝手に帰ってよですよ。あなたもさっさと立ち去ってシルフスコープの使い道でも考えたらどうです?いや、まあそうさせてもらうけど。あれはサイドン?サイドンっぽいね。とりあえず、取りましょうか。てか、地下1階はどんな感じなの?なんなん?地下1階は。あ、地下1階あれか。入り口ってこと?かな?はい、戻ってきました。地下1階。多分、入り口やね。うん。あの、美人スパイがおったけん。はい、これで、地上への生還。もうみんないなくなったな。ゲーム用コインしなげ、ね、あの、お兄さんはさ、そこを開いたことに関しては何もないんすかね。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、動画の概要欄に、再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメント、ありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。次はまた、シオンタウンに戻って、ポケモンタワーへの挑戦っていうことになるんかな?